ハンス・ボルフ・ガング・ブラウンは、ドイツのウルム出身の妹市で、日本で、初めて球砲を作成した人物。おそらくは日本に来た、最初のドイツ人である。ハンス・ボルフ・ガング・ブラウンが作成した球砲のレプリカ。後部にハンズ・ウルフ・ギャング・ブラバン・フォン・ウルム・ M.E. フェキット、フィランド1639と刻まれている1638年に、島原の乱が発生すると、 当時のオランダ省艦長、ニコラス・クーケバッケルは、幕府の依頼を受けて2隻の船を派遣し、原城に対して海上からの砲撃を実施した。しかしながら、カノン砲による実体弾の直射は、城塞攻撃には十分な効果を上げず、このため幕府は局射を行い炸裂弾の使用が可能な旧砲に目をつけた。 島原の乱の終了後、新たに召喚長となったフランソワ・カロンに対して、牧野信成を通じて、旧法の製造が依頼された。カロンはこの仕事を、部下の芋の師であるブラウンに命じた。当時の芋の師は、平時には金や大型の料理用鍋、戦時には大砲の方針を鋳造していた。ブラウンは苦心の末、旧法と炸裂弾の作成に成功した。 1639年6月16日、麻布の幕府鉄砲型、井上正次の車上において、牧野ら幕府の代表者らの面前で、ブラウンが鋳造した旧砲の死者が行われた。目標は400メートルほど離れた場所にある5軒の小屋であった。初段は、目標より、手前の水田に落ち、爆発した。二段目は砲塔内で爆発し、砲手が大やけどを追い、 治療のために松浦家の屋敷に運ばれた。以降はブラウンが奉仕を務めた。三段目も目標に届かなかったが、爆発で直径2.7メートル、深さ1.5メートルほどの穴を奪った。第六段は目標に最も近い3メートルほど離れた場所に着弾した。合計11発を発射したが、結局目標には命中しなかった。そこで、 炸裂弾の威力を確認するため、砲弾を小屋の中に置いて、銅火線で着火した。大音響とともに火炎が笑屋根を突き破って紛失した。幕府の担当者らはその威力に満足した。家光は、この結果の報告を受け非常に満足し、三門の旧砲が幕府に献上された。翌年には、薪野の指定で火薬係ユリアアン,ンスゾーンが、 炸裂弾製造の実演を行った新幹装店の不手際から炸裂事故を起こし巻の手に少なからぬ損害を与えた。しかし、信成の好意的措置により大事に至ることなく処理された。また、同様に製造中にはかなりの怪我人などが出たようで、医師のハンスパウツが契約期間を超えて平戸に滞在していた。 ブラウンにより鋳造された旧宝は終戦まで、靖国神社の優秀館で展示されていたが、戦後米軍が押収しその後は、行方不明となった。しかし、1936年に、その複製が作成されており、ブランの故郷ウルムの博物館に展示されていた。この複製から、さらに複製が作成され、現在では、優秀館と復元された。 平戸オランダ商館に展示されている。ブラウンは一旦帰国後、1655年には、バタビアに戻り、砲兵隊員として勤務した。ありがとうございます。